ウルドゥズ駅の駅で1970年5月5日にレッドラインが延伸されたことに伴う新駅として設置されて開業した。駅名のウルドゥズはアゼルバイジャン語で星を意味する。本駅はナリマンナリマノフ駅とコログル駅の間にある。本駅では電車の到着に合わせてアゼルバイジャンの作曲家トフィク・クリーエフの曲テズガルのフレーズが流れるので、 駅構内、または電車内で耳にすることができる。駅の二つの出入り口の建築構造は控えめな作りになっている。両側のエントランスの壁と柱はウズベキスタンのガズガン3の大理石で作られている。エントランスの床は加工岩の間に白い大理石の敷石を点在させながら敷き詰められている。開口部の階段からエントランスを抜けると、 大理石のタイルで覆われたホールに至る。そこで浮き彫りで掘られた銅のレリーフを目にすることができる。そこに掘られたレリーフの中に電化を主題としたウラジーミル・レーニンの言葉も掘られている。共産主義、ソビエトの権力は全国の電化によってこそ高められる。レリーフでは、幕府の労働者の伝統的で国際的な連帯と友情の様子が掘られている。 星と名付けられた駅その柱は低く作られており、駅の照明は非常に独特である。天井は幅1メートルの巨死状に作られ、両側から伸びた屋根は互いに接近しないよう距離が設けられている。ノコギリの葉の構造にした筋状のその形は、ノコギリと呼ばれている。天井の白塗りは、葉の隙間に取り付けられた蛍光灯からの光をよく反射し、 それによって、液構内の空間の良好な照明を実現している。ホールに沿って、白い大理石で作られた多面体柱が2列に並ぶ。それら柱の磨き上げられた面の接合部に、固く耐色性も高い保護被膜であるアルミニウムの陽極酸化被膜を作るアルマイト処理を施した筋が入れられるが、この処理を加えることにより、柱の金星も整えられる。 ホールの床には黒と緑がかった色の花崗岩の間に白い大理石を点在させるように敷き詰めている。床の配置パターンはアゼルバイジャンの絨毯に典型的なパターンを踏襲している。線路の壁はダシュキャサンさんの大理石と花崗岩に覆われているが、線路脇の底面に当たる箇所は黒い花崗岩だけで構成されている。1995年10月28日、 本駅と成り成んの付駅の区間で、本駅から成り成んの付駅に向かう地下鉄車両で、1995年、爆地下鉄火災と呼ばれる火災事故が発生した。この事故では、乗客286人と救助隊員3人の計289人が死亡、270人が負傷し、史上最大規模の地下鉄事故であると考えられている。ありがとうございます。